皆さんこんにちは、ペクトです。この動画ではパッチ 12.13 で強い構成を紹介した後、取るべきファーストアイテムの優先順位、完成アイテムから目指せる構成を紹介していきます。それでは早速始めていきましょう。エントリーナンバーはイダスピアノーニア。コンパッチで様々な構成のナーフが入り、ようやく実用圏内になった構成です。ブラウム、スレッシュ、トリスタナ、ジンクスを星3にする構成も何度かやりましたが、個人的にはこちらの構成をおすすめします。序盤の強さを生かしレベル9を目指しましょう。エントリーナンバー2、アサシンオラフ。こちらはアサシンエラが獲得できた時におすすめの構成です。アサシンエラそのものが武器になるので必要なアイテムが少なく済むもの嬉しいです。回復アイテムを装備することができないので、回復系のオーブメントが採用できると勝率が上がると思います。パッチ 12.13 の適用でバランスが取れ、後衛キャリーの構成が増えたので、アサシンエラが獲得できた場合は目指してみてもいい構成でしょう。エントリーナンバー3、バルスリロールイーズオーシン。デスブレ、グリーンソー、ハリケーンと要求アイテムの難易度が高いためあまり目指すことができませんが、最初の3つのアイテムがそれらの素材であるならば目指してみてもいいでしょう。アイテムさえ揃えばなかなか安定感のある構成だと思います。エントリーナンバー3、バルスリロールイーズオーシン。武器がない、そんなあなたを救うのがこの構成です。ニーコの防具だけでほぼ完成し、あとはスウェインあたりに支部を持たせるだけでいいお手軽構成です。シバーナの人気もなく競合しにくいので、個人的なおすすめ構成となっています。以上がコンパッチのおすすめ構成になります。他にもこの構成が強いよというのがありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。では次はこの構成たちから考えられる最適なファーストアイテムの優先順位を紹介します。ファーストアイテムの優先順位、おすすめの完成アイテムと完成アイテムから選べる構成。以上が簡単なガイドになります。具体的な構成の作り方は別動画にて解説していますので、興味がある方は説明文をご覧ください。またわからないことがあれば気軽にコメントくださいね。それではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価、ランクが上がった報告などなど、皆さんの応援がとても励みになっていますので、これからも応援よろしくお願いします。それではまた次回のガイドでお会いしましょう。バイバイ。